阪神佐藤輝明への他球団ファンの評価。打たれる気しかしないし怖いんだけど思ったより抑えられる感じ。ワイもこれ。ひいきにこういう選手がいたらめちゃくちゃポジれる存在。飛ばす能力は球界一やろ。1年目夏まではマジで怖かった。明らかに中距離砲なのに長距離砲としての動きが求められるかわいそうな人。打たれたら運が悪かったなって感じ。大山や近本に打たれたらしょうがないんだけど佐藤は抑えろって感じ。ルーキーシーズンの春先はミスタータイガースになると思ってた。大山は割と他球団にも怖がられだした気がする。ここまで長かったな。大野の完全試合を消した第二の先輩、一番の先輩は中日野手。ようやっとるのにむちゃくちゃ叩かれてるよな、かわいそう。ちゃんと三球団競合に見合う選手。1年目から20本連続は十分すごいんやけどな。今年もいけそうな感じあるし。1年目が一番怖かった。打たんでええって時に打つから意外と厄介嫌で。打者としては嫌だけど、なんでサード守ってるんや。今年に限らず大山のが全然怖いな。普通に嫌だ。阪神の育成に負けず頑張ってほしい。大山の次に好きな打者。正直1年目が一番怖かった気がする。三振減ったけど怖さはなくなったような。大谷と連動してる。コミュニティにて期待の選手や使ってほしい選手、試合の感想や他球団の話などファンの方々と盛り上がれたらと思っています。阪神ファンだけでなく他球団ファンの方もぜひチャンネル登録お願いします。あ、もちろんコメントと高評価も。